元城町東照宮は、静岡県浜松市にある神社で、浜松城の前身の引間城があった地に建てられた東照宮である。徳川家康こと白主命大国主名、東照宮は15世紀頃築城された引間城跡の一角に混流されている。引間城は1570年に、徳川家康が入城すると、範囲を西に大きく拡大して、 浜松城としたが、旧引間城部分は、江戸時代の古地図には、古城と表記されており、米蔵として利用されている。明治維新後の1877年、元幕臣で静岡藩の浜松城代であったこともある。井上延良が、過去に徳川家康が居城とした浜松城の後に、東照宮を建立しようと考えた。工事は、 明治17.18年頃に着手された。混流には、静岡県知事をはじめとして、地元住民の寄付によって賄われた。また、神社の石材として、延べ領の故郷である宮崎県の石材が使用されたという。春工後、延べ領は1887年頃に、東照宮のすぐ近くにあった、東東海国宝特社に500円を寄付し、管理を委託した。 東照宮は元城町にあったものの、こうした経緯から地域住民とは特に関わりがなかった。また、元城町は元城域であった事情から神社がなかった。そこで、当時元城町に住んでおり、浜松市議会議員でもあった弁護士の大席力は地域住民の融和を図るとともに、彼らの拠り所となる神社が必要であると考え、東照宮を 地域の神社としようと考えた。そこで所有権を井上延良の孫からもらい受け、第二本法徳者からは管理する立場を引き取った。1936年には元城町に権利の移転が完了し、大祭が開かれている。また、祭事の際には同時に井上延良の石踏み前で慰霊祭が行われている。 太平洋戦争中の1945年6月18日と7月29日、後に浜松空襲と呼ばれた集中放火がアメリカ軍によって行われ、東照宮の本殿なども戦火に巻き込まれ消失した。荒涼とした焼け跡にの境内には小さい祠が設けられた。石造りの鳥居は戦災を免れ当時のまま残っている。1958年、 当時の市長、坂田慶造が中心となって、都市計画を立てることとなった。その際、消失した東昇宮の処遇が問題となったものの、大石力が尽力し町民にとって、この場所がどれほど大切な場所であるか訴えて認められた。その後、大石力自身が建設委員長となり、敷地を処分しても寄付を受けず、鉄筋コンクリート作りの防火建築、 銅板河原武器和風権現作りの社殿と社務所が混流された。引間城後2886年、井上延良により造営された東照宮社殿は戦災を受け消失したが、1958年再建されたのが現在の社殿である。鉄筋コンクリート作り、同いた武器の権現作りである。廃殿前の石段下には1901年に混流された。 井上延良の高さ大使ともに3.5メートルの拒否が立っている。元城町東照宮は徳川家康だけでなく、もう一人の天下人、豊臣秀吉にもゆかりがある。秀吉は、引間城を整備した伊予の配下である、松下市に16歳から3年間使え、浜松で過ごしていた。16歳の頃に、引間城を訪れ、 猿真似をして栗を食べたという逸話も残っている。敷地内には2015年に徳川家康公検証400年記念事業、浜松部会が行った事業の一環で、二人のブロンズ像が設置され出世のパワースポットとなっている。ありがとうございます。